はい、こんにちは、こんばんは。今回は、GPZ ね、900R 忍者なんですけれども、こちらの、アクセルワイヤーが、戻りづらいということで、他の作業に合わせですね、チェックしていった、作業報告動画でございます。このようにですね、開いたら手で戻さないと戻らないオートクルージングになっている状況でございます。まあ自分の手でね戻せば、問題ないので、まあ、使われてたみたいなんですけれども、ちょっと気持ち悪いじゃないですかということでですね、確認していきたいと思います。まあ、川崎のですね、このスイッチボックスプラスアクセルホルダーっていうんですか、これが結構ねあんま良くないですよね。構造的に結構90度に曲げちゃってですね、レイアウト的に、厳しいという感じでございます。で、合わせてですね、ハンドルとですね、スロットルスリーブの方も、お掃除していきたいと思います。ここはグリスは塗らない方が、いいと思います。基本的には渋くなってしまいますのでね、まあ、しっかり、拭ってですね、付着した油汚れを、取っていきたいと思います。で、あとですね、スロットルスリーブの方もですね、中、そのグリスがちょっとくっついちゃってますので、まあ、ウエス突っ込んでやるなりブラシ突っ込んでやるなりしてですね、汚れを取っていくといいと思います。あと僕はですね、最低限なんですけれども、こうやってベルハンマー塗ってですね、べっちゃりなら肌に軽く塗るぐらいですかね、防水程度にですね、塗っている感じでございます。これちょっと確認のためにですね、アクセルワイヤーちょっと軽くね、注入していきたいと思います。で、最終的な原因はこの状態でまだね、ほらこうやって戻んないんですよ。まあ、原因はアクセルワイヤーのレイアウトが、非常によろしくなかった、左側同士にしちゃって、まあ、結構張っちゃってる状態ですよね。あと引き側のアクセルワイヤーの遊びのアジャスターがですね、樹脂なんですけれども、そこが折れちゃってですね、アクセルワイヤーがくの字に折れちゃうっていう感じですね。はい、で、アクセルワイヤー交換しました。まあ、こんな感じですね。普通こうですよね。こうじゃないとねちょっと乗れないですよね。アクセルワイヤー非常に大切なので、メンテナンスの方ね、しっかりやっておけば楽しく乗れると思います。今回はこんな感じです。よろしくお願いいたします。